池田博之は、TBS 元アナウンサーニュースキャスター、報道局記者、元 JNN パリ支局長、東京都出身、血液型 A 型、筑波大学附属駒場高等学校、東京大学教養学部フランス科卒業。1987年4月、一般職として採用されて TBS に入社、第23期生アナウンサーとして放送会にデビュー。 報道記者として、首都圏ローカルのニュース番組や JNN 系列のニュース番組などを多く担当。入社当初はニュース、報道系アナウンサーとして、木曜日の JNN フラッシュニュースを担当していたこともあった。1989年10月から、畜紫哲也ニュース23の男性サブキャスターとなり、初期1992年頃まで、 報道局アナウンサーとして登場していた。同番組降板後は JNN ニュース1130のキャスターとして活躍。その後も JNN 報道特集や JNN ニュースの森のキャスターを担当。JNN ニュースの森とそれを引き継いで2005年3月28日から放送しているイブニング5のキャスターとしてアナウンサーの小倉弘子とコンビを組んだ。 2006年9月に、イブニング5を降板。海外特派員を経て、JNN パリ市局長を務めたが、離任後の状況は明らかになっていない。3、放送関係7、アナウンサーの活動記録、TBS50 年史資料編東京放送、東京放送、2002年1月、239ページ。1987.423規制4人、入社。 木場ヒロコナガミと大キトダ池田コイ TBS アナウンサーの動き TBS50 年史付属資料ハイブリッド検索編東京放送東京放送2002年1月30から31ページ1987.423規制3人入社キバヒロコナガミネユキトダエミコイケダヒロハットエブイ TBS アナウンサーの動き tbs50 年史付属資料、ハイブリッド検索編東京放送、東京放送、2002年1月、31ページ。池田博之、ニュース、報道 k t v 筑紫哲也ニュース23ハット j n ベルパリ支局は、池田の支局長離任後に一旦閉鎖されたが、運営権を毎日放送へ移した上で、2017年10月から、再び設置。再設置後は、 毎日放送本社報道局のニュースセンターから派遣された記者が支局長を代々務めている。3、放送関係7、アナウンサーの活動記録、TBS50 年史資料編東京放送、東京放送、2002年1月239ページ、池田博之 TV、筑紫哲也ニュース23、ありがとうございます。